まあ、週に1部位どのぐらいトレーニングすればいいのかっていうのがよく、まあ、議題に上がるんですけど、3セットがいいとか5セットがいいとか、まあ、15、20がいいっていう、まあ、いろんな意見があると思うんですけど、今回はまあ一例を紹介して極端に少なかったり多かったりするんじゃなくて、まあ、このぐらいがいいよってことを紹介していきます。結論としてはですね、トレーニング中級者以降は週に上半身15セットぐらいが目安になるかなというところです。初心者ならだいたい 1V10 セットぐらいっていう動画出したんですけど、トレーニング中級者は週に上半身だったら15セットぐらいからが目安で、下半身はもう少し多めというところですね。で、2つ目が強度にもよるんですけど、ある程度まではトレーニングのセット数、トレーニングボリュームが多い方が効率よく筋肥大できます。まずこの2つです。なんですけど、まあ、ただしこれが絶対ではないですし、その人のまあ遺伝的なものであったり、日常にかかるストレスであったり、まあ、睡眠時間とか栄養摂取状態によって、これはかなり大きく変わります。大きく変わる上に、セット数とか強度っていうのは、期間によって何ヶ月とか何週間かに1回変えた方がいいっていうのが現代の考え方なので、何セットっていうのは断言はできないんですけど、上半身だったら15セットぐらいがいいんじゃないか、下半身はもっと20、30でもいいんじゃないかっていうところです。初心者は週に1部位10セットぐらいから始めるのがいいっていうのは以前の動画で紹介しました。初心者の方はそちらの動画をご覧ください。じゃあ初心者以外、中級から上級者ぐらいは何セットぐらいやればいいのかっていうのが今回の動画の議題です。で、これは先ほども言ったような要素が多くてはっきりしないんですが、今回の有名な一例を紹介します。ショーエンフェルドランによる2019年の研究です。こちらの実験内容が、全身トレーニングを週に3回、7種目を1セットずつと3セットずつと5セットずつに分けて、筋肥大効果と筋力向上効果を検証しました。で、この被験者が身長が平均175センチ、体重が 82.5 キロ、で年齢が 23.8 歳。どれぐらいのトレーニング歴かっていうと、スクワットが100キロ以上扱える。で、ベンチプレスが90キロ前後。なので結構体格がいい被験者ですね。まあ、トレーニング初心者ではなくて中級者以降の方々ですね。大体まあトレーニング始めて1年か2年以上の方ですかね。で、この実験では他の実験とは違って、トレーニング経験のある人たちを3つのグループに分けてるのが特徴です。結構こういうのってトレーニングを日頃してない人が多いんですけど、今回は割とトレーニング経験のある人たちを被験者に選んでます。トレーニングプロトコルの7種目は以下の7種類です。ベンチプレス、ミリタリープレス、ラットプルダウン、ケーブルロー、レッグプレス、バックスクワット、バーベルスクワットですね。で、片足のレッグエクステンション、これらを1セットずつを週に3回と3セットずつを週に3回と5セットずつを週に3回なので、週に5セットずつはかなりハイボリュームになります。まず1セット分は胸で見ると週に3セットですね。で、下半身で言うと3種目を1セットずつを週に3日なので9セットですね。で、3セット分が胸だったらバーベルベンチプレスを3セット行って、それを3日やるので9セットで、下半身は 3×3×3 なので27セットで、5セット群がかなり多くて、バーベルベンチプレスだったら胸で5セットやります。これを3日なので15セットです。で、下半身に関しては3種目を5セットを週に3回なので1週間で下半身45セットやります。で、レップ数がですね、8回から12回。正しいフォームを維持したまま反復できるくなるまで行いましたと。重さが足りなくなったら追加していくっていうトレーニング方法ですね。で、インターバルが90秒です。なので結構一般的なトレーニングに近いような形で行われてます。これ結果がどうだったかっていうと、全てのグループに筋肥大効果が見られたんですが、一番多い5セット群が一番筋肥大効果があって、最も低かったのは1セット群でした。もう1セット群と3セット群、5セット群で1セットが一番良くなくて、2番目に3セット群が良くて、一番良かったのは5セット群っていうふうになってます。で、これ結論でですね、本部中の結論ですね、トレーニング経験がある人ではトレーニング量を大幅に増やすことが筋肥大に有効であることが示された。3つの筋肉の肥大はトレーニング量が多い場合と少ない場合で多かったっていうふうにしてます。なので、もう筋肥大に関してはこの例で言うと、少なければ筋肥大効果も少なくて、多ければ筋肥大効果も多かったっていうふうに結論付けてます。この本文中では四頭筋だけで45セットって書いてあるんですが、実際はレッグプレスとバックスクワットとレッグエクステンションだけで 5×15 セット45セットなんですけど、実際はまあ下半身種目45セットってところですかね。なので、まあそこまでこうめちゃめちゃハイボリュームではないにしても、まあ、ある程度までこの45セットまでは適応できるようですね。で、筋肉、筋肥大にはスイッチのようにこうオンオフがあって、少しの刺激でも多くの刺激でも同じように筋肥大効果があるわけじゃなくて、与えられたボリューム、やったボリューム
に応じて筋肥大効果を増す可能性っていうのが分かります、まあ、だからといってこう増やせば増やすほどいいかって言われたらまだそれは別だと思うんですけど、今回の例ではもう増やせば増やすだけ良かった、今回5セットまでは良かったってところです。これトレーニング中級者、まあ、ベンチプレス90キロ以上でスクワットが100キロ以上扱える人の話なので、個人的にはですね初心者ここまでやる必要はないと思いますが、トレーニング歴が長くなってくるとある程度までにはボリュームに比例して筋肥大効果が高くなるようですね。もう1セット群3セット群よりも5セットの方が明らかにいい結果が出てます。これがもっと長期になる8週間以降、まあ、半年とか1年になるとかになるとまた話は別かもしれないんですけど、今回の結果を見れば、まあ、週に1部で 2,3 セットがいいっていうのはちょっと無理があるんじゃないかなっていうのが分かります。僕が見た中では 1V2,3 セットの方が良かったっていうエビデンスは僕は見たことがないですね。でもちろん、まあ、週に 1V2,3 セット群ベンチプレスを3セットしかしてない群も筋肥大はしてるんですよね。俺は週に 2,3 セットでも筋肥大したぜっていう人がいるんですけど、それはもちろん事実だと思うんですよ。でも今回の実験でも週に 1×3 で3セットでももちろん肥大はしてるんですよ。でも明らかに15セットには劣った結果になってますよね。 2,3 セットがでかくなったっていうのは事実なんですけど、10セットから15セットをやるともっと大きくなった可能性がありますよね、まあ、なのである程度まではやはりトレーニングボリュームが多い方が効率的に筋肥大はできるようです。この一例を見ればですね。ただこれは8週間の短期なので、まあ、もっと長くなった場合ですね、その1年とか半年とかになった場合、下半身に45セットからさらにこう負荷をかけていく、負荷を上げていくっていうのはきつくなってくると思うので、1年間とか半年スパンで見た場合にその45セット以上続けるのがいいのかどうかわからないですし、まあ、そもそも45セットやれるのが結構限られた人だと思います。怪我も増えるだろうし現実的にきついですよね。スクワット5セットやって、レッグプレス5セットやって、レッグエクステーション5セットやって、しかもそれ全部ある程度限界までやって、それを週に3回っていうのは結構きついので、年齢とかも関係します。今回の被験者は若いのでここで耐えられた可能性もあるので、絶対このボリュームが多ければ多いほどいいんだってわけではないんですけど、ある程度までは増やした方が効果が良かったってことを結論付けてるので、やはり最大限の効果を得るにはある程度のセット数は必要なようですね。 RP のドクターマイク、有名なドクターマイクをやったり、今回のショーインフルドもそうですが、ある程度のボリュームを与えてあげて、それをサイクルして負荷を上げてあげようっていう考え方が主流になりつつあります。ハイボリュームに体が慣れてしまっても停滞しやすいし、疲労が溜まって怪我も増えやすいし、トレーニング時間も長くなっちゃう。延々と増やし続けることはまあ不可能なので、ボリュームを数週間数ヶ月単位で増やしたり減らしたりして慣れを防いでいきます。でそのサイクル2が2週目に入る頃にはまた筋力が強くなっているので、その同じセット数でも少しボリュームが増えて負荷が増えるっていうのを繰り返していくようなスタイルが主流になりつつあります。で筋力に関してはボリュームに比例して伸びませんでした、はい、まあ、これは、まあ8週間っていう短い期間なのと疲労が溜まってるからだと思われます。これは僕の推測なんですけど、フィットネス疲労理論っていう動画を前出したと思うんですが、実際には筋力、自力が上がってるにもかかわらず、この測定時は45セットした状態って疲れてありますよね。相当な疲労が溜まってただろうと推測できるので、まあ、その疲労を考慮しても1RM が同じぐらいってことは、ここからまあテーパリングでボリュームを落とした疲労を抜いてあげると、ハイボリューム群の方が 1RM またかなり大きく増えるんじゃないかなと僕は推測してます。まあ、またこの話は別の動画で見てください。で初心者のうちっていうのは毎週毎月使用重量が増えるので、各部10セットの比較的少ないボリュームでも使用重量が増えていくので、まあ、レップ数とセット数を固定してあげても少しずつ負荷が増えていきます。例えばスクワット80キロで10回3セットやってたのが 82.5 キロ10回3セットっていう風にやっていけば、少しずつまあボリュームも増えていくし負荷も増えていきますよね。なので伸びているならボリュームは少ない方がいいと思います。伸び悩んだ時に増やした方がいいっていうのは前から言ってます。トレーニング初心者は毎週毎週伸びるんですが、やっぱりトレーニング歴1年2年ってなってくると、こう毎週伸ばすのってなかなか厳しくなりますよね。そうなるとピリオダイゼーションで一時的にボリュームを増やしてあげる、重量を増やせない分セット数を増やしてあげて過負荷を与えてあげる。例えばまあ8週間であったり、まあ、12週間もっと長い場合16週間とかでボリュームを増やしたり減らしたりしてあげて、重量を 2.5 キロから5キロ増やすっていうプログラムが必要になってきます。筋肥大に効果的なセット数とかこういうことを見るときは客観的な事実を見ましょう。こういう条件を一緒にしてあげて、比較した客観的なデータをもとに客観的な事実を見た方が考えやすくなります。でこのセット数っていうのは初心者が10セットがいいよっていうセット数もそうなんですけど、僕が個人的な考えを言ってるわけじゃなくて、まあ、今回だったらショーエンフェルドがこういうふうに言ってますよっていう論文中で博士たちが結論付けたことを紹介してます。なのでわからないんですよ。なのでこういうふうな客観的な事実が必要なんですね。でこの元の論文っていうのは誰でも見れるので、まあ、リンク貼っておくので皆さん見てみてください。でどれが効果的かっていうのはもちろん人によります。
ボリュームが多い人が大半かもしれませんが、少ない方がいい人もいるはずです。なので絶対ではないです。なんですけど、まずはこのぐらいのセット数から試してみて、減らしたり増やしたりしてみましょう。その時間がないから 2,3 セットしかやらないっていうのは分かるんですけど、 2,3 セットが一番効果的だから 2,3 セットやるんだっていうのはちょっと違うかもしれませんね。という今回の動画でした。まあはっきりはしないんですよ、こういうトピックっていうのはね。週に 2,3 セットで OK っていうのはおそらく大半の人にとっては当てはまらないので、ある程度やっぱりトレーニングは必要ですね。トレーニングってやっぱりある程度きついことをしないと効果が得られないものなので、それをきつければきついほどいいわけでもないですけど、やっぱりある程度どうしてもきついっていうことはあるので、こう客観的な事実を見てトレーニング方法を選択する方がいいんじゃないかなと思います。以上です。